はい、どうもセリカです。ちょうどね、先ほどコメントで教えていただいたんですけど、名前を、これ映ってない。名前をグッチさんのグチ用にすると、何か隠し報酬がもらえるっていうことらしいので、早速やってみたいと思います。お、これって、貞子コラボステージですね。今で言うと、宝箱部屋がいっぱいあるステージが、ちょっと改造されたような、マップだった記憶があります。同じマップかな？あ、似てる。一緒かな？装飾はもしかしたら変わってるかもしれないんですけど、宝箱の位置とかも多分、井戸の位置とかも一緒かな？で、ここのステージで、青逃げ達成すると、貞子裏ステージに行けるということで、現在はお知らせが途中で来てましたね。裏ステージが 100% になってるっていうことなんで、青逃げをすれば、行けると。いや、このベッドのお姫様怖いな、なんか。なので、多分この、貞子の遺跡を一回クリアすると、この貞子口をスキンがもらえるっていうことで、このスキンで遊ぶと、あ、地図出た。宝の地図じゃない。このスキンで遊べば、報酬がもらえるのか、名前を口用に変えてもらえるのか、ちょっとね、どっちかわからないんですけど、いただいたコメントでは、名前を口用にすると、もらえました。聞きましたので、ちょっとゲットしたいと思います。いやー、貞子レースもね、まだできてないんですよ。貞子の塔をやって編集して終わって、今ちょっとコメントチェックしようかなぐらいの感じだったんですけど。え、プレイヤーさんいますよね？いますよね？レアスキンを獲得さんいましたもんね。ツーショット撮りたいんですよね、鬼と。なんかいい。サムネになるような写真撮れないかなと思って、あえて近づいたりするんですけど、多分ね、青逃げしなくても名前変えるだけで、報酬ゲットだと思うので、一回この試合は終わる。ね、手かわいい、これ。よく見ると手がかわいい。3回目出ましたね。いやーね、貞子魔王に来るかなと思ったんですけど、5回も貞子のまんまなのかな？まだ5回まで私行ってないので、様子がちょっとわかんないんですけど、隠しステージもない感じかな？だと思われます。あ、あと4人か。もっといた気がしたけど。この4人プレイヤーさん、ひろしさんプレイヤーさんかな。そうですよね、プレイヤーさんだな。いや、青逃げしたいけどな、いけるかな。で、ガチャとかいろいろやると、ガチバトルでも有力な貞子がね、マックスになったりするので、スキンもね、ゲットしていきたいんですけど、グチオさんも、ゲットして、遺跡で5回でこのスキンですよね、10回。わ、何人もいる。もしかして3人いる、ここ。やばいやばい。最後の最後でいつも取り逃がすんで、こうやって待機してズルしてると、最後ね、やられちゃうんですよね。待ってよ。動きが読めないな、あんまり。ひろしさんはなすりつけようとしてるかな？やばい、あー間違えた。あ、これだ。隠し報酬。青チケ。多分1枚。はい、もらえるということなので、多分、グチオさんスキンで遊ぶではなくて、名前をグチオにすると、もらえる報酬だと思いますので、よかったら試してみてください。ということで短いですけど、ここで終わりにしたいと思います。よかったら他の動画も覗いてみてください。それではまた。バイバーイ。